中国古北省大野市の幼魚池、イギリスレスターシャー州のマナーハウスでは、今も、幼魚池を利用米国ハワイ州のワイコロアビーチにある。幼魚池は、今も、大切に保護されている。養魚池とは魚類を養殖するように作られた池のことである。幼魚池は魚類を養殖するように大地にある、あるいは作られた池のことである。世界には、様々な形の幼魚池がある。中国では、 院内から鯉の養殖が行われていたことが、甲骨文字などから立証されており、判例著、養魚業は、世界最古の養魚の書である。中世を欧州では、修道院で養魚地を置いた歴史がある。日本では、伝統的に畑作あるいは水田工作の間に、鯉などの養殖がされ、現在は鮭などの卵の孵化に応用される。ハワイ先住民は海岸に、多くの養魚池を作った。 ハワイ先住民は海で魚を取るだけでなく、大地に養殖地を作り魚類を育てて、こうした池が現在も文化財として大切に残されている。養魚池はカウアイ島のメネフネ養魚地のように内陸に作られたものもあるが、ほとんどが海岸沿いに作られていて、ハワイ島のカロコホノクハウ国立歴史公園、ワイコロアビーチなどで見ることができる。養魚場の変形あるいは、 関係事項として、釣り堀、海上釣り堀が日本では広く作られている。ありがとうございます。